はい。えっと、一応これもね。まあ一応はコメントしておきましょうか。もう久々だね。えー、久々に、まあ、このネタだけど、えー、政治家女子48と大津彩香当かっこ笑いがですね、え透、ー、明ですね。透明の変更についての、えー、案をね、出しました。えー、それがですね、えっ、ー、と、みんなで作ると <laughs>、みんなで作る党という透明で、えー 一応、それをの予定で進めてますみたいな理想をまあ出してるわけですね。で、まあ、これについていろいろ突っ込みがんとあのー、殺到してるわけですね。あとは、なんかその、党のね、な理念とか、心、な、綱領とかを発表してるんですけどね。うーん。<laughs> まあ、ちょっと一応コメントします。一応コメントしますね。うん。まあ、とりあえず、み,みんなで作ると、<laughs> ダサくね <laughs> ダサくね <laughs> なん,かなんだろううん。みん。<laughs> なんて言ったらいいんだろうな個性がないよね。うん。みんなの党とかあったじゃん、昔ね。まあ、これ、明けさんがなんか言ったのかな明あさんって確かみんなの党確か関わってたから、まあ、それを入れたのかどうか知らんけど、いや、なんか、パンチねえなって感じですよね。だし。 そう、内容も、理念とかね、考慮を見ても、なんか、あの、なんていうか、当たり障りないことを並べてるだけだし、短いし、あの、何を具体的にするのか何もわかんないし、うん、これ誰が投票するのっていう。<laughs> いや、マジで本当お前のこと誰が好きなんみたいな。<laughs> いやー、っていうか、これで、なんだろう、あのー、まあ、 票は当然入らないでしょうからうん次のね参議院の選挙か5年後かにまあ誰も当選しなくて空中分解するしかない。 話なんですけど、何のためにやんのみたいな、感じですね。うん。だから、ね、これ、黒川さんが言ってたことで、正しいことは、あの、こういうね、今回の、その出してるね、当たり障りのないような政策とかって、もう大手の宗教がやってんのよ。あ,あ、違間違えた。宗教じゃない。政党ね。大手の政党がやってるから、それと同じことしたって、それは大手の方に行くでしょっていう、それは。うん。差別化が図れてないから、うん。それを、だから、その弱小政党がそれをやっても、それはその、投票する側にメリットがないわけよね。 うんっていうだからそれは黒川さんの、まあ、翼の塔とかみたいな、まあ、その賛否両論あれどぶっ飛んでる、えー、ことをやればそこにあの集まってくる熱狂的なファンっていうのはいるわけをよ一定数でその、まあ、翼の塔のことを多分好きな人って多分世の中の多分9割ぐらいが嫌いだと思うのよでも1割の人が熱狂的に好きじゃんみたいなっていうそういうニッチな層を取りに行かないとやっぱ弱小生徒は生き残れないよねっていう。 話だから、それはね、黒川さんが正しいと思うから。うん。こんなんやったって、それは大手の、大手の男と同じような商品を弱小の、その、あのね、えーまあ、個人商店みたいなのが売ったって、それは売れないよっていう話。うん。で、これを、何よりもその、えー、っと、10月でしょで、僕が関わったのって、去年のだから、あ、去年じゃない、今年の4月とかでも、だから、半年以上経ってんだよね。選挙終わってから、ま、ちょうど半年ぐらいか。 え半年かけてこれみたいな。半年かけてこの透明のこのパ全然だから、うん、ダサい透明とこのパッとしない光量。これ作るために半年かけたみたいな。いや、時間かけすぎだろ。いや、こんなんさ、正直この内容を作るんだったらさ、3日でできるよ。こんなん。<laughs> いやー、ちょっと無能すぎるな。能力なさすぎんな。大津彩香って感じかな。てか、まあ、さっきね、あの、フジボンチャンネルさんのね、配信でも言ったんだけどさ、あのー、さあ、 え、彩やさんさ、あ,あなたはさ、政治をやる理由ないよねもうだって。正直さ、あなた、あのー、さ、なんだろう、うお父さんのお金があるから、死ぬまでお金困らないじゃん。で、別に働く必要もないじゃない。うん。別にそういう人は別に、あのー、そういう、まあ、人生だってことは、それは僕は否定しないさ。それは生まれ、生まれね、それは親ガチャってあるから、まあ親ガチャって。 まあ大当たりしだってさ別に仕事を向かないんだからさで、まあ、お父さんのさ最初に言ったようにさ、まあ、なんか不動産屋さんとか建設会社の社長さんとかデザイナーさんとかでなんかいい人見つけて結婚して子供産んでみたいなそういう人生の方が僕はいいんじゃないかなあでやかさんあなたがさ政治をやらなきゃいけない理由ってないわけよ。 僕だったら、例えばさ、宗教問題ね、あの宗教法人に課税するとか、それはやっぱり生まれがこうだからね、やっぱその自分でそれは責任持ってやらなきゃみたいなとこはあるけど、あなたは別にその生、たまたまそのね、田島さんに巻き込まれちゃっただけじゃって、あなた、あなた自身が、あなた自身が政治をやる意味って全くないじゃない。うん。だから別になんだろう。やめていいんじゃないのっていう話ですよね。うん。で、やる、その、なんていうか、あの、原動力がないでしょ、そもそも。だからこんなに遅いし、本当にな、本気でやりたいんだったらこんな3日で作るよ、こんな半年もちんたらかけてないで。 うん、っていうね感じかなだから5年後の空中分解までこうやって乗らりくらいと、うん、やっていくのかなっていう、うん、まあ感じかなまあでもなんかね共倒れって感じだよねその NHK 党とこの政治家女子かあの改めてみんなで作るとかっこ笑い<笑>まあね、まあ、どっちももうなんか、うん、やってもしょうがないかなって感じにもうみんなの興味も薄れてるしうんと思いますね まあそこら辺はもう全部を運んだね。まあ翼の塔ももうただの反射カルトになっちゃったし。うん、まあね。全部潰れたね。その <laughs> 全部潰れましたね、うん。まあ離脱して正解かなって感じかな。まあちょっと大津彩香さんは。 なんだろうもっと自分の人生のののことと考えいいいんじゃないのかなかっって思うもっと自分の幸せ自分自身の幸せとかをねもっと考えてまあこんなしょうもない誰も喜ばないようなね争いにいつまでも組み突っ込んでないでねまあ今30歳次31歳かな、うん、まだまだ人生長いしまあ、見た目も綺麗なんだからさちゃんといい相手見つけてでまだそのね結婚まあ子供とかもまだまあ埋める年だと思うしね、うん、お子さん作ってで稲荷と遊んでねその鎌倉とかねあっちの横須賀とかの方でで悠々ゆうゆうとねあののんびりとしたね うん人生を送った方が僕は幸せなんじゃないのかなって思うそううんなんかそうだね無理しなくていいんじゃない無理しなくてよくて自分の別にその能力がないってことは僕は悪いことだと思わないのよそれはそう人によってその先定性のものもあるし今まで努力してこなかったからまあそれは能力がないとかそれはしょうがないからさでもなんだろううんまあなんだろう等身大の自分でうん、まあ、生きればいいんじゃないのかなうんと思うよそう なんかねまあ、普通に、うん、なんか普通の女性としての幸せをもっと求めてもいいんじゃないのかなって僕は思った。はい、そんな感じですかね。はい、ということで、政治家女子フォーティ党の新党名についての一応コメントをしました。一応、はい、興味ないけど、以上です。